やあ。あそこか。ふん、なんとかくたばってなかったようだな。一方その頃、孫悟空は海王様に会うべく蛇の道をひたすら走り続けていたが、ついに目的の地にたどり着いたのであった。ぞ。はあ、尻尾だ。やった、ついたぞ。あれ、なんもねえ。ん、なんか丸いんが上に浮かんでっぞ。あそこに海王様がいんだ。やった、やっぱりだ、うちがある。ここに海王様がいんのか。あ、おめは、海王じゃ。
え？そして聞いていなかったな。しょうがないやつだ。違う車両サービスしてやろう。もしもし。あれ？誰も電話に電話。プップップ最高。何？お前何しにここに来た？ほら火曜様に修行してもらおうと思って。とっとと帰れ。シャレのわからんやつに修行などしてやるもんか。そりゃねえよ。頼むよ、海王様。そこまで言うならテストしてやろう。このギャグの天才であるこの海王様をシャレで笑わせて。オラがシャレをか？もんじゃないな。教えてやるぞ、最高のギャグを。ギャグはいいからさ、武術を教えてくれよ。なんだ、武術か。それを最初に言わんかい。どれ、今の力を見せてみろ。お前がどれほどのやつか見てやろう。よし、わかった。ここまでのやつとは。いいだろう、修行をしてやろう。こいつなら極められるかもしれん。海王拳を、そしてあの必殺技を。僕の師匠。今日はどうしようかな。やっぱりこの辺で恐竜の狩りかな。あいつら暴れん坊だから気をつけなくちゃ。
っ